ローテックでレッスンされてるじゃない、はい、でこれはねまた一番悪いことを聞くんだけど、はい、どうぞどうぞどうぞ僕はね答えがやっと一つだけ見つかったんですよ、はい、ゴルフで一番大事なスキルって何かっていうのは、うわー深い、いや深ないよね別に、いやー スキルですよね。ここさえできたら、はい、これで一番大事なスキル。僕が今のところ YouTube 見ててそれ言ってる人はゼロかもしれない。バランスです。バランス、はい、どんなどうでもいいどうでもいい気合い違うスキルつけるいいよねこのボケ方ないっすずちゃんこっち来る当たり前やろゴルフのスキル、はい、プロゴルファーは全員それができるけど言葉にしあんまりしないで、僕はそれがヒント一だけあげると、うん、あのこれを作ってわかったんです。なんかいっぱい出てくるな。まあ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 ね、試してくるんですよ。まあなんか出てくるな。これね、取材集でもいつもそうで、結構めんどくさいんです。なるほど、ね。めんどくさいって言ってんじゃないですか、ね。これを作ってわかったんです。ああ。今さらだから。チッパー。はい。これ作ってわかったんです。何？当て感？当て感じゃないです。当て感だとこれになるの。めっちゃ出てくるな。なすごいもう。宣伝者のためよな。ああこれ。あ出た。これルール OK なんだけど、これとこれの違いなんです。ヒントわかりました。はい、ロフトです。うん、ロフトはニアピン。ニアピン、はい、うん、ロフトはニアピン。ロフトはニアピン、さすがやね。さすがよかったね、ゴルフテックの看板あげたね。いやー、よかったです、はい、これでね、ロフトニアピンもいけんかったらね、もう辞表書かなあかんやスイートスポットとかそういうんじゃないですか。パパ上がるかどうかでしょ。違う。いや、わかる。これとこれ見たらわかるじゃん。こっちこんなんやん。筒。見たままやない、うん、見たままやない。答え言います。フェースにボールが乗ることなんですよ。ええ、フェースにボールが乗ることなんです。フェースにボールを乗せる感覚があるかどうか。ああ。だから中島さんが今回マスターズでも、パスターであのマスター13番で誰か優勝争いしてる選手が右につるっと外れた時に、うん、今のはフェースにボールが乗ってないから滑りましたって言ったんです、うん、スノーボードも一緒なんですよ。エッジに乗れるかどうかなんです、うん、切り替えれるかどうかなんです、うん、フェースにボールが乗るという感覚がないと、うん、手打ちであれ、まあ、ボディーターンであれ、どんな綺麗なスイングしててもなんかすごい綺麗なスイングをしてる割に球当たらん人ってフェースにボールが乗るという、もうそこは絶対感覚なんですよ、うん、これないんですよ。ですんごい変な打ち方をしてる割に割とゴルフ上手い人とか、うん、特に距離感がいい人って、うん、フェースにボールが乗るということがちゃんとできてるんです。うん、だからそこがまずないと、うん、0-1 の時に必要なのがフェースにボールが乗る。だからそれロフトなんです。うん、これロフトないでしょ。ないですね。これ衝突なんですよ。はい、弾いてしまうんです、はい。でもプロってドライバー選ぶ時とか、はい、絶対言うはずです。で特に今回ブリヂストンのボールが乗り感っていう言葉を、うんうんうん、出しましたね。うん、あんなはっきり言ってアマチュアゴルフはあのこれピーってなってもいいや、8割ないもん。P を鳴らすもうタイミングがないぐらいもうめちゃくちゃ早かったですけど、はい、いやでもそれってマクさんなんかレッスンができなくないですか。乗り感を、乗り感を教えられるんですよ。教えられるんですか。どそれを最初に教えなきゃいけない。乗ってからですよ、スイング作るのは。フェースにボールが乗るという感覚をまず絶対感覚、これがフェースにボールが乗るんですねっていうのを、でこれがまた面白いのがそれを言葉にしたら YouTube に流すじゃない、はい、ほとんどの人がフェースを乗せようとするんだよ、こうやって。まあそうですよね。乗る、乗せるっていう。くぐらせるみたいなことですか。そう。今度、だるま落としになって、フェースに乗らない。それは違いますね。はい。だから面白いんですよ。だから、スノーボードと一緒に。できないときは、先生何言うてんのみたいな感じで。わかるでしょ、サーフィンやってても切り替えるっていう。わかります。はい、わかります。だからこのスイングも一緒なんです。フェースにボールがちゃんと乗ってる子って、だからよくプロがアプローチが大事とか、うん、はいはい、片手で30ヤードとかって言ってみんな真似だけしてるじゃないですか、はいはい、乗ってるやつおれへんもんね。それでもマークさん難しくないですか。でもそこを教えないと捕まるとは違いますもんね。捕まるとは違いますもんね。乗るんです、ね、うん、なんかそうなんだろうなっていう気がする。科学的にも乗るんですね。乗ります。僕実は過去からパターも、まあ、リンクさんに作ってるんですけど、はい、まさか自分が作ったパターがオリンピックで使われるとは思わなかったんですけれど、はい、某オリンピック日本の選手が僕のパターを使って4日間プレーしました。その時のパターのロフトは
9度です。9度オリジナルは7度だったんですよ。へえ。パターって実は10度は作っちゃいけないんです、ルール的に。ルール的に、はい、9度なんですよ。でそれで僕もずっとピンも昔のパターは8度あったんですよ、はい、ちょっとまあフェースアングルがあるから実質のライカ、はい、あのストレートに測ると6度ぐらいなんだけど、オリジナルロフトって8ぐらいあったんですよ、はいはい、今どんどんロフト減ってるじゃないですか。そうですね。でパターといえども、この前石良介さんっていう、まあね、よく出てる、はい、親しくて一緒に回った時も彼はやっぱり同じ方に言ってくれて、はい、マークさん言う通りやわみたいな感じで、まあ、お世辞もあるとは思うけれど、やっぱ僕もパターフェースにボールが乗らないと、これ鹿野松さんも同じこと言ってくれた。うん、みんなでも同調しそうな人ばっかり。いやそんなことはないよ。うんね、まあ確かにね。今マークさん同調しそうな人ばっかり。鹿野松さん。鹿野松さん入れてほしかった、そこに。鹿野松さんが言ってたよな。おお。結局僕の中でゴールがはっきり見えたんですよ。結局さっきのあのハンデが減らないもそうだけれど、はい、僕自身がもうすごくはっきり決めてるのが、はい、まあ、YouTube で流してるんだけど、アマチュアの人が普段プレーするコース。はい、だから難易度が高くないコース、はいはい、で白 T、はい、だから距離で言うと6000ヤード5800とか6000ヤード、はいはいはい、で白 T コースレートで言うたら68か69、うんうん、そこで36を出すために何をせなあかんかっていうのがゴールが先にあるわけです。はい、だからパー4で言うたら350ヤードぐらいの平均のコースで、パー3で言うたら150ヤード、うん、パー5で言うたら480ヤード、この3つのコースで30台じゃないですよ、僕が言いたいのは、はい、ゴルフって36って決まってるわけだから、うん、はいはいはい、36で出すために必要なスキルは何か、うん、必要な道具は何か、うん、必要な練習は何か、うん、答え全部出るじゃない。だから僕がフェースにボールを乗せることが一番大事っていうのを、このチッパー作って分かった時に、じゃあそれを全てのクラブでできたらどれだけ簡単かなと、うん、ある人がこんなふざけたゴルフをして何が面白いのってコメント来たのよ。おー、パー3でドライバーを使ったりするから。で僕ね、はい、池越えの時なんかね、はい、池越えでも打つんですよ、ドライバーで、うん、はい、池に一回はめなあかんのですよ。はめなあかんの、まああかんでしょうね。水切りね、水切りしないと。で、はい、それ言うとね、マスターズでみんなやるでしょ、練習ラウンドで、はい、僕も一回しかマスターズ行ってないけども、はい、やるでしょ、はいはい、結局キャリーで行ったら奥の OB 行くんですよ、はいはい、そうですね。それとか手前にバンカーあったらどうすんの、言ったらどうすんの、バンカー入れなあかん、違う、ツーオンでいいじゃん、あこう、はあはあ、手前とかで、右とか左とか、ああ 外す左右で、はいはい、だから結局パー3やからワンオンしなきゃいけないなんてルールはないじゃない、はい、そのさっきおっしゃってた3で上がるっていうことで言えば、そう、3で上がるためにドライバーでどうやったらできるの。だからそれよくコースマネージメントとか言うけど、僕コースマネージメントぐらいあんな絵に描いた餅はやめろってみんなに言う。結局ね、マネージメントがなんでできないかって言ったらね、はい、これ綺麗事でも何でもないんですけどね、はい、自分がやりたいことって絶対あるんですよ、はい、自分がやりたいこと。でマネージメントってやらされてる感があるんですよ。あ、確かに。なるほど。何人ぐらい、5人ぐらい聞いたのかな、プロに。ピンを狙うのとグリーン真ん中狙うのはどっちが難しいですかって聞いたんですよ。お、全員同じ答えです。グリーン真ん中、真ん中の難しい、うん、目標があるのに目標じゃないところに目標を定めるのはきついって言われてる。 1% でもね、やりたいことが残ってたら、それはピンに打つとか、うん、ピンに寄せるとか、うん、パー3やったらワンオンするってのは、うん、1% でもあったら、はい、こっちの花道に打てっていうのを 99% あっても体の中で喧嘩するんですよ、うん、結局綺麗事のゴルフってできないんですよ。鶴本健一さんっていう名前多分皆さん知ってる？ものすごい伝説のアマチュアゴルファーがプロテスト1回で通ったんですよ、はい、57歳ぐらいで、はい、日本オープンでベストアマ何回も取ってる人なんだけれど、うん、シニアツアーも買って最後ちょっと体壊して、はい、で僕すごい興味があったから、はい、取材に行ったんですよ、はい、一発でプロテスト通ってるんですよ、はい、30何歳でゴルフ始めてるから、もう今で言うと寺西さんだっけ、はい、あ、寺西明さん、寺西さんよりもっと遅咲きの人なんです。すごいっすね、はい、もうね、金井君、プロテストなんて簡単だよとか言われて、うん、この3つのことが、はい、3つのうち何やったかな、忘れてんのか、2つは覚えてんだよ。いい感じだよ。一番難しいのが、コンクリートの壁、
はい、コース壁あるじゃない、はいはいはい、壁ギリギリに楽しそうやなクラブ置いて、はいはいはい、マンブリ10回じゃんねもう釣れるとこです。どういうことですか。当たる、当たる正面ですよね。正面に、正面にね、コンクリートね、ここにコンクリートがあって、ここでギリギリ置いて10回マンブリして1回またね。へえ、究極のオンプレーンやろ。そうっすね、そうっすね、ちょっとでも外から来たり、いやでも心理的に怖いじゃん。あ、まあそうですね、はいはいはい、それ俺見てる前に金子やったらいややめときますわ言うて。そうですね、はい、まずそれをやる。うん、あ、もう一つ思い出した、3つ目思い出したんですよ。よかったよかったよかった、はいはいはい、それと日頃のプレーで全ホールパーオンしないでいつでも72で回れる技術を身につけたって。あ、そして人間って苦しくなるとやっぱり乗せたくなるんやと、はいはいはい、経験あるやろ。あります、あります。苦しなんねん、はい、苦しなります。苦しなった時に乗せたくなんねん。だけどその全ホールね、当然フルバックで回って、はい、それがあると自分の中で心の余裕ができると。乗らなくても大丈夫だという、乗らなくてパートの技術があると、はいはいはい、ね、3つ目が直ドラで狙った球を打てるようになれた、はい、それと、ティーアップをドライバーの高さにティーアップしたボールをサンドウェッジで低い球を打てるようになれた。4つなかった今、うん、これかといってやんないでくださいね皆さん。本当ですよ、アマチュアの方で。コンクリートの前で怪我するね、本当に。怪我するだけで死んでる。僕はね今でも覚えてるけどね、鳥肌だった。ですよね。ゴルフ生地知ってるもん。僕もやっぱり学生時代ゴルフやってジュニア選手権出てたからね、はい。やっぱり大学のゴルフ部は今やと笑い話だけど、坊主になるのが嫌でゴルフ部に入らなかったけど。今も今坊主やね。これもね、僕あの YouTube でメンタルを諦めろっていうのも作ったんだけど、はい、暇な時見てもらえると嬉しいんだけど、はい、見ます見ます。俺はメンタルが弱いんやと、はい、練習ラウンドやったら75、6で出るのに、はいはい、試合になったら82、3とかひたすら、まあ、90は叩くことないけど85、6叩くと、まあ、よくあるパターンですよね。でパー5とか2もするくせに、はい、心が弱いんやと思ってた、はい、今出た答え、もしタイムマシンで戻ったら、はい、お前下手なだけ。あ、でもそうですね、下手なだけです。それは僕も自分のタイムマシンがあったらそう言います。自分が悩んでた時にメンタルかなとかって言ってた自分に。だからメンタルに逃げ場にするのが一番ゴルフって。だからこれもまた身も負担もないですよ、うん、100を切るとか切らんとか90切るとか切らんとか、うん、70代出るか出えんかの人にメンタル語られたら、いやもう違うとこ行ってくれって言いたくなるよね、うん、だからここ一番で曲がるスイングっていうのはもともと曲がるスイングだもん、うん、それ分かるよね。分かります、はい、でもそれって本人は分かれへんやん。それがマクさん、僕は経験上、うん、過去やっぱり自分がそれで QT とかプロテストも通らなかったから、はい、でなんでかなって、でマクさんがおっしゃるように自分が下手だっていう答えには行き着いたんです、うん、で僕が足りなかったのは科学的にそれの自分が何がダメだったかを、うん、自分が理解することじゃないかなと思って今のゴルフテックのレッスンを、うん、今僕は、まあ、やってんですけど。でもそう、例えばさ、逆に好きだけど、はい、その科学的ってのは僕も大事だと思うんですよ、でもね科学っていうのは僕もそのライターの時に、はい、多分今で言う何だっけあれ、ギアーズ、あ、ギアーズ、もう一個前で言う何だっけ、テーラーメイドの、あ、マットシステム、マットシステム。でもあれってもともとの技術っていうのは、僕もやっぱ結構文系の癖してそういうとこなんか技術オタクで、はい、モーションキャプチャーっていうテクノロジーが1990年代にあったんですよ、はい、で僕もそのパソコン欲しかったんだけど2000万ぐらいしたんですよ。今やったら iPhone でできるんですけど、もともとは医療なんです。そうですね、はい、でそれスウェーデンなんです、はい、僕もマック買った時にそのここドットをつけて、うん、はい、病人が歩行する時に歩行のものを訓練するということで、はい、まあ、そのテクノロジーが今結局マットシステムとか起きて、はい、その起きたものを見て分析するという意味では僕はそのモーションキャプチャーっていうのはありだと思うんですけれど、はい、結局それの限界があるっていうのは、うん、さっきの打ちたいところと打たなきゃいけないところがあるよね、はい、うん、それと一緒でゴルフのスイングが動きっていうのは自分がしたい動きをしてるんです。だから例えばお尻が出るとか、まあ、手が浮くとか、うん、まあ、いろいろそういうの直したいところいっぱいあるじゃない、はい、でもそれって結果なんですよ、うんうんうん、それをやってるその根源的なものが解決しない限り何も変わらないんです、うんうん、だから例えば画面上で、あ、じゃあ肘がこうなってるかこう下げようっていうのは練習では変わります。外力っていうものがあるんです。
スノーボードって外力って言葉は必ず使うんですよ。外からもらう力。うん、でスノーボードやるはるんだろ。やりますやります。サーフィンもそうです、はい。はい。外力に対して自分が反応してるだけなんですよ。そうですね。で、ゴルフは、一番頭が痛いのは、スノーボードって降りるだけで外力もらえるけども、ゴルフって外力がないんですよ。うん、振り始めの時に。はい。だから最初は自分で頑張らなあかんんだけど、自分の力つかない。でも一回でもクラブ動き出したら、そのクラブが働く力っていうのが、うん、今よくパッシブトルフとかいろいろ呼ばれてるけれど、うん、外力があるんですよ、うん。で、外力に対して自分が力のやり取りを、うん、もうコンマ、うん、1秒以下の世界でやり取りしてるんですよ。うんうん、はい、そのやり取りをどういうふうにコントロールするかっていうのを練習しなきゃいけないんだけど、どうしてもその2画面とかやってしまうと、うん、その見えてるものを直そうとしてしまう。で、もっと戻ると、さっき言ったそのやりたいスイング以前にフェースにボールが乗ってるっていう、この事実を、この体験がない状態でみんなスイング作るようになってしまう。で、スイングを作ったら、フェースがボールに乗るかって言ったら、うんうん、また違いますね。別なんです。そうですね。だからそこら辺がゴルフの今非常にそのいろんなところでスイングを教えてるとかあって、はい、僕やってることはみんな正しいと思うんですよ。だけどみんな出てくるのがね、あの練習行ったり教わってたらいいスイングになってきたんだけど、ーコース行ったらやっぱりそれが出ないんですよ。あ、はいはい、コースでできてないってことはその練習は僕は意味がないとはっきり思う。だフェースにボールを乗せるっていうことが一つと、もう一つはクラブを振り込むという練習が、これはまたフェースボールを乗せるということとまた別の話ね、はいはいはい、クラブをしっかり振り込むっていうことと、この相反する2つが練習したがらへんね、うん、で綺麗なスイングがしたがらんね、うん、だからコース行ったらそんなあんたも試合出て分かるけど、はい、なんであんなスイングで通んねんいうやつもおるよね。いますいます。でもそういうあんな変なスイングいうやつでもフェースにボール乗せる感覚とか、はい、クラブを振り込む感覚というのは、うん、なかったってそう通らない。そうですね。だからそこが今レッスンの非常に頭が痛いところなんですよ。あんたプレイヤーしてるから俺の言ってることはかなり分かってもらえると思う。いや、すごく分かります。俺プレイヤーじゃないけども、はい、かなりプレイヤーに近いところの心理は掴んでると思う。いや、そうですね。そんな分かんないですね。弓道、なんて分かんない、ね、これで本当にさっきのノリ感がちょっと入るんだったらいいのかなっていう、ね、お前もうちょっとちゃんとやれよちゃんとやれよ、もうちょっと。スイング診断を受講いただいた方で、見たならば幸太郎を見たと言っていただいた方には、なんとなんと見た兄貴がデザインしたこのステッカーをですねプレゼントしておりますので、ぜひこれはね、そう、期間限定で2色あります。どちらか1枚。これ本当にいるの？いる人、欲しい人いるの？分かんないけど。しかも、はい、あの今から言う方を取ってくれたらこれ2色ともプレゼントしましょうかね。やめてよ、そんなないんだから数数ないんだから。ちょっと数に限りございますので、数に限りがあるので、はい、早めにね、はい、なくなったらなくなったで嬉しいので、また第2弾考えましょう。そうですね、うん、じゃあ僕らのポーズだけ先に、ちょっとやってみましょうかね。やってみましょうかね。はい、見たならば幸太郎ね、まあこのポーズをしていただけたらね、まあ、2枚もしかしたらもらえるかもしれないということありますので、はい、ぜひ皆さんスイング診断お申し込みいただいて、ステッカーをゲットしよう。お待ちしてます。お待ちしてます。